ずでー。イエーイ、初めてのお寿司ですか？はい、こちらあなた初めてじゃないね。じゃあ早速食べてみますか。はい、わー、元気になったからお寿司食べられるね。うん、よかったね。はい、キーワイです。じゃあ先にビブをつけてお寿司を準備します。はい、わいいね。まくって、お母さん、お母さんまくって。いいですよ。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん。うわー、すごい、おいしそう。おいしそう。いいね。じゃあ早速食べますか。うん、どれから食べようかな。二人の鶏皿を、ね、食べたいの教えてくれたらパパが取ってあげるから。じゃあこれ取る。まあ、まあ、それはね、置いといた方がいいのそれ。いただきます。僕はこれ取る。それ取るなんか取りたいみたい。一回一周します。はい、いた。はい、一回一周します。はい、よくできました。これも取るの。なんでバランがあったって別にいいでしょうよ。じゃあさ、これエビ。エビいいよ。どれにする。持って、お醤油にちょっ、卵する。ちょ、あ、オッケーオッケー。卵取ってあげるね。はい、卵。見て、お姉ちゃん食べてる。あ、卵だけ食べるか。お姉ちゃん、上手な方だ。上手、上手、上手。どうですか。必死。夢中。シャリ。いつも食べてるご飯。あれ？食べてみて一回。次が気になるな。次どれ食べる？あ、また卵？いいよ、食べな。これ。いいよ。いいよ。マグロの赤身です。ちょ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 。あ、上手。上手だった。あ、すごいすごい上手。上手だね。いいじゃんいいじゃん。あ、醤油つけるの最初の一回だけだ。なんかね、そのまま刺身もね食べたりするよ。いいね。どれ？ちょっとトーンだよ。どっちゃい。こっちな。いいじゃん。トーンにする？トーン取ってあげようか。次はどれいきますか？卵。卵？食べちゃった。そう。妹がもう2個とも食べちゃった。こんな濃い卵でいいぞ。卵、これアナゴで、こっちウナギ。アナゴのこと言ってるのね。卵じゃなくてアナゴって言ってるのね。あれ、これ食べるの？これ。あ、エビ？どれ？これ言ってることがめちゃくちゃだね。生のエビです。美味しいよ。美味しい。これ怖い。違うの。あ、こっち怖い。怖い。伝わらなくて。どうしたどうした。どれ。あはい、シャリも食べるね。すごい、お姉ちゃん早いね。あー、うんって。あー、お、いいね。何の表情？おいしそう。おいしそう、つけるの上手。生のお寿司食べられるようになったね。おいしい。うん、見て。おいしい。お姉ちゃん、お姉ちゃん食べ終わってから次のやつ。これもあったな。そう。これはお醤油つけないでそのまま食べれるやつね。それこれだよ。これ一緒。一緒。なんで一緒だよ。なんで新しい。これ一緒だよ。同じ。違うの？こっち？こっち。なんでよ。悪いやつだな。こっち最高。ママ卵取った。卵。ごめん、卵。ごめん。買ってくるね。今度じゃあお姉ちゃんの分の卵も用意してね。これさ、セットだったから決まってたの。お姉ちゃんさ、もう大人と一緒のお寿司食べられるから、うん、それ買ってきちゃったんで。そう、大人用にしちゃったの。パパとママと同じの。もうね、今何個食べる？
1,2,3,4,5買った。ホタテ？これね、ホタテ。食べてみる。ホタテ食べる。いいね、いいね。貝なんだよ。ネペ。ネペ？ネペってなんだ。目指したよ。ホタテどうですか？喋ることするし。ベペ。ベペって何？キュウリ食べる。キュウリ。キュウリ中だけ食べようとしない。キュウリ。コーン食べたいの？僕コーンが好き。じゃあさ、妹にさ、コーン食べていい？コーンもやっていい？ネコあるから。ネコあるよ。よし、ネコ。よし、ネコ。よし、ネコ。はい、どうぞ。頑張っていただきたいか。ダメって言ってたよね。大丈夫。ダメって言ってない。言ってない、ね。怒ってないし、大丈夫。もういらない。食べる？あ、いらないの。いっぱい。いっぱい。いっぱいだね。サバもあるよ、サバ。この間サバ好きって言ってたけど、サバ食べる？サバ。なんで？あ、こんだけ食べたの。サバ食べる？猫見て、僕の写真、僕の写真にいっぱい入ってるんだ。そうだよ。僕が赤ちゃんの時、僕の赤ちゃん、僕の赤ちゃんの時には7月くらい巻いてる。そうだね。怖い。マジ、これ見て見て、これ。あ、こっちもね、はい。ホタテと。お茶に食べようよ。うん、いいね。姉ちゃんあげるね。お茶の方、お茶を食べようかい。姉ちゃんにあげるね。あるやつは食べない。食べられるんだけど。食べるこれ。食べる？どっち？うん。いらないの。一緒に食べるんだよ。何食べたい？ご飯と一緒に食べるんだよ。うわ。いや。いつのだよ。よく食べていつの。でもマヨネーズが乗ってるから。おいしい？おつかーい。よし。いたてだった。噛んでた？指食べちゃったね。大丈夫。生の触ったからね、触っちゃダメよ。こっち生ね、食べられないの、実際は。なんだ、なんだご飯。ちょっとお腹溜まってきちゃったかな。置いといてください。いいよ、じゃあ。さあ、お刺身で食べたいのある？何か。ねえ、妹ばっかりだな。うん、すごい。あなたのここにあるんですよ、ここから。カニとサーモンもあるし、ブリもあるし、どうぞ。ママ。ママ。あげるってことじゃない。食べる？ほら、あげるってことなんで。もういらないの、これ。もらう。え？どれだけ食べようとしてる。いいよ、あげなよ。ないな、特別だよ。はーい。おいしい。おいしいね。よかったね。わらー。おいしいね。やっと笑顔が見えてきたね。あ、何？この子今も。貝？確かに。これ僕の貝？貝じゃないの、それ。ブリです。ブリ？貝？貝は。違うのよ。貝じゃないの。ブリです。あ、食べる、食べる。お、ブリ気に入ったね。いいの、他の食べなくて。サーモンこの間さあ、お刺身美味しいって言ってたけど、うん、これ、うん、これいいよ。ブリ美味しいよね。これもいらない？僕2個2個2個。エビ、エビ食べたことあるよ。違う。違う。手が汚れてるから控えめなポーズ。まさかのエビをシャリを食べた。あ、そういうパターン。わあわあ、わかった。わかった。で、次何食べる？わあわあ、ご飯さ、眠いって。そうですか。じゃあ何食べる？次は。いくらだけ。いくら？いいよ。はい、これ、これ。いくら刺し、安いです。食べてもらった。エビ食べないの？エビ。エビ食べない？パパじゃない。エビ、エビちょうだい。いい？それアームして。もらっちゃおう。
あ、落ちちゃったね。カニ残ってるけど、まだこれ食べてないけど、どうする？試してみて。カニ。食べる？カニとカニ味噌。どうだろうね。あ、意外と味噌いけるんだね。わかる。違った？カニも一個あるけど、カニ食べる？食べる。これ外、酸っぱいじゃん。うん、あ、酸っぱいだけだから。あ、うん、げられないの、それ。そう。一切まだね。食べられないんだ。え、この人。味見。あげたいんだよね。でもね、まだダメなんだ。お腹痛くなっちゃうの。まだね、お腹がちゃんと成長してないから。おいしい。ね、ありがとう。何ですか？何ですか？食べる一回。食べてみる？ねえ、お姉ちゃんやめて、その食べ方。おいしい。おいしい？おいいじゃん、いいじゃん。食べな。おいしいな。おいしい。おいしいんだ。綺麗に上だけ食べたね。あ、一個残ってる。細かバカだから取ってあげとく。ずっとその口のサイズのやつじゃないね。タイ？タイいいんじゃない？いいね、美味しいよ。タイ多分18今更いいけど、はい、ありがとう、ありがとう。自分でたいダメ、落とさないで。上手に取れないからパパが取ってあげる。何が取りたいの？取れたぞ。俺たち僕の方届かないでしょ。イエーできた。うん、パパも中トロで、中トロ、うん、とおいしい。中トロの美味しさを知ってしまった。美味しい。おい。はいはいはい。はいはいはい。これ食べる。エビ？尻尾取ってあげて。お、肩。あ、僕自分で取る。自分で取りたい？いいよ。やってみよう。自分のやりたい、お年頃だね。じゃあ今日はラーニ。ライオンはラーリ。エビ。ライオンはラーリ。エビ。いや、正解教えてよ。カニだよ。え、そうでしょ。じゃあ回収しよう。わわわ。どうぞ。違う。勝手にやられた。おいしい。おいしいね。どうしたの？トイレ行きたくなっちゃった？ここ。はい、急いで急いで。さ。おいしい。おいしいね。ご飯ならここにありますよ。やだ、かいただいま。すごいね。ただいま。今まで一番楽しみ。一番好きだね。これ。あ、くれるの？あれ、最後お腹いっぱいかな？赤食べる。赤。上。お腹いっぱいかな？結構食べる。食べる。食べるみたい。あ、タレのご飯もしかしたら好きかもね。今、普通のイカこれあ、なんだよ。すごいね、上手に取れたね。なにカニもあるからカニ食べない。ずっとエビをカニっていう。なんでずっと意地悪するの、この子は。いつもやってるからだよ。さあ、何なんだろう、猫の子は。誰の子かな。食べないよね。お腹いっぱい。回収。あ、
はい、回収します。食べる、食べるの、どっち食べる。もうもうお腹いっぱいじゃない？ね、いっぱい食べたね、美味しかったね。お寿司食べた。マジ。美味しかったねお寿司ね。まだ風邪ひいた。ずっと食べたね。もう風邪ひかないで。元気、ずっと元気だったらまた食べに行こう。ずっと元気。そう、ずーっと元気だったらまた食べよ。ずーっと元気。そうしてください。もう風邪ひかないでね。はーい。ね、早く。うん、で寝て、うん、風邪治って大きくなります、うん、長っ、それがいいです。バイバーイ。お姉ちゃん、バイバーイ。そうだね、早く、早くはならない。早くなると困ります。ダメ目に通知しちゃった。